どうも、ヤスオです。さあ、今日はね、ついにやってきましたね。クローマプライムアクセスの販売開始というわけで、早速買ってみました。なのでね、今回そちらをちょっと紹介していこうかなと思います。まずはついてくるグリフですね。2種類こんな感じです。上の段のやつですね。なんかちょっと地味な気がするな。なんかちょっとグリフに関しては地味な気がする。他のグリフだったらね、もう少しなんかインパクトあったんだけど、ほら、なんかちょっとなんか影薄いんだよね。いましたね。はいはい、こんな形ということで、いやちょっと足が短いのはちょっと目立つかな。でも後ろ姿はすごくかっこいいね。ベリーグッドだね。まあ4番のエフェクトとかもすごい凝ってるし、さらに走行値と最大エネルギーも上がってるので、だいぶ使い勝手が良くなっているのかなと思います。次が、ルビコプライムですね。うん、ルビコしてるね、これ。かっこいいな、このルビコプライム。やっぱなんか赤ベースがちょっと目立つかな。で、続いてはグラムプライムだね。いや、グラムプライムどうしてこんな強い性能になったんだ？どうしてこうなった？調整ミスなんじゃないか、このグラムプライムの強さは。ちょっとやばいでしょ、これ。攻撃速度がだいぶ遅くなった代わり、一撃がすごい強いと。いや、これはやばいですよ。メレー 3.0 もちょっと期待できる性能になってるんじゃないのかなと思います。まあ、今回のね、メインと言っても過言ではない、アクセサリーを見ていきましょうか。いや、これね、肩パーツがすごいなんか目立つんだけど、実は足パーツが一番かっこよかった。使いやすかった。って感じですかね、印象的には。胸パーツはちょっとリングみたいのついてて、ちょっと使いづらそうな感じだけれども、まあ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 、肩パーツも普通にかっこいいですね。ただちょっとでかい気がするな、やっぱり。クローマプライムに合わせられて作ってる感じがして、ちょっとでかさは目立つかな。ただね、足パーツはね、本当に使いやすいなっていう印象ですかね。はい。これはずるいでしょう。そしてもう一つ、シャンダナですね。この布感がすごい綺麗だな。なんか、テカリがあるっていうか、なんつうのかな。上品な感じだね。で、片っぽになんか偏ってる感じのシャンダナということで。まあ、こういった形のシャンダナはね、まあ、天の弦で一つぐらいしかないので。まあまあまあ、かっこいいのかな。すごいいいね、これ。すごい綺麗だ。思った以上に綺麗だね。テカリがすごい綺麗だわ。さらに模様も凝ってるし、これはカラーリングしごたえがありそうだね。はい、せっかくなんでちょっと試し打ちとかね、試し切りしていこうかなと思います。はい、こんな感じ。なんか音変わった、これ。ルビコのなんかこんな甲高い声だったっけ。なんかちょっと変わってる気がするな。まあ一応パーサーカーつけてきたんだけど、おっそ、なにこれ、おっそ。びっくりだわ。あ、でも火力はあるね。はいはいはい、遅いね、でも。バーサーカー最大でこれか。結構きついな。結構きついぞ、これ。この武器、あれだ、くるくる回る方がいいかもしれないな。DPS 上げるために。そっちの方がなんか向いてる気がする。はい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 、はい。ちなみに、これ完全初見ですね。もう、ランクもゼロなんで。しかし遅いな。マジで言ってんのこれ。そうだな。ビルド難しそうだな、組むの。なんかアルケインストライクがすごい輝きそうな感じだね。これさ、ルビコプライム倍率どうなの？あ、変わってるこれ。ズーム倍率変わってるこれ。この、補正値みたいな。クリティカルダメージ倍率のやつ。変わってっかな？ちょっと調べてみないとわかんないですね、ここは。じゃあちょっと、ブレス履いてみよっか。まあ、ブレスは特に変わってないな。微妙な性能だな、相変わらずブレスは。あ、死ぬ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 、やめろ。はい、といった感じでね、レリックで集めるなり、プライムアクセスで買ってみるなりして、まあ、頑張って入手してみてください。アクセサリーの方はね、課金じゃないと入手できないので、まあそこはちょっと残念だけども、まあただね、アーマー、そしてシャンダナはかなりいい出来になっているので、この機会にね、逃さずにしてみてくださいと。ルビコがなんかちょっとやっぱりすごいいいね。リロード速度が上がったのは本当に嬉しいって感じですかね。うん。やっぱ810光年ぐらいちょっと待った甲斐がありました。以上、ヤスオでした。またね、バイバイ。